こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますカメラは、ライカのですね、最初期型になるんですけれども、こうシリアルをご覧いただいて753、755ですので1955年の製造ライカ M3 になるわけですけれども、ちょうど製造から60年を迎える、還暦ですねを迎えるライカ M3 ということになりますね。はい、ご覧の通りフレームセレクターがありませんで、こちらのシャッタースピードダイヤルが、天板がツルツルしてますので、でシリアルからも、ライカ初期型、最初期型ですねと言えるわけですね。はい、では外観から見ていきます。はい、外観はですね、まあ、おおむね綺麗ではあるんですけれども、ところどころですね、ちょっとぶつけた跡がちらほらとありますね。ここにですね、ちょっと当たりが一箇所ありますね。あとは、こちらにちょっとぶつけた跡ですね。あと、この底部に一箇所ですね。このぐらいですね。あとは、目立つような擦れ傷、当たりへこみのようなものは見られないかなという感じですね。はい、軍艦部もこのように綺麗ですね。サイドにもストラップの金具の跡とかありませんね。バックドアの塗装もしっかりとしております。アイキャップも綺麗ですね。はい、底部ですけれども、細かいこういった擦れはあるんですけれども、地面に置いてガリガリとやった穴跡もなく、三脚や、ケースの跡も見られませんで、おおむね綺麗な状態ですね。はい。はい、一箇所先ほど申し上げたこの辺りが、ある程度です。はい、革の張りの状態ですけれども、ご覧のようにこういった細かいところも剥がれやすいところもしっかりとしておりまして、張り側は 100% きれいに貼られている状態です。はい、ファインダーですけれども、こう前面から見ていただいてですね、ゴミちり、素材の劣化、バルサム切れなど見られずに、綺麗な状態ですね。接眼部から覗いてみても、バルサム切れや曇り、カビなど見られずに綺麗な状態です。フレームセレクターはございませんけれども、レンズの交換によって、ブライトフレームきっちりと、切り替わってまして、フレームに、かすれや切れ、汚れ、醜さなど見られませんね。はい。でもって、ピントの20像もくっきりはっきり出ておりまして、縦ずれなく、きちんと見えてますね。フォーカシング、フレーミングともに、何のない綺麗なファインダーになっております。はい。では続きまして、シャッターのチェックに行きたいと思います。シャッターは、ダブルストロークですね。はい。低速の1秒から見ていきます。はい。1秒いいですね。はい。シャッター音なども聞いていただけていると思います。はい。1秒しっかり刻んでますね。次が2分の1秒。はい。2分の1秒もいいですね。続いて5分の1秒。はい。いいですね。低速シャッターに、はい、幕のね、シャッターの粘りとかですね、幕の遅れなどないのがお分かりいただけます。この巻き上げでもですね、非常に滑らかに巻き上がってまして、このガリガリ感とかですね、このレバーの戻りが悪かったりとかしないですね。はい。では続いて、中速の100分の1秒いきます。はい。100分の1秒もいいですね。はい。スナップなどではよくお使いになるスピードだと思いますけれども、はい、きっちりと切れております。はい。じゃあここでですね、こちらのセルフタイマー見ていきます。こうレバーをグッと下げていただいて、こちらのスイッチでスタートいたします。はい、途中で弱くなったりしないでしっかり動いてますね。はい、ここでシャッター切れまして、最後まで動作しております。底蓋を外していきます。はい。底蓋外しても中に錆、金属の腐食、
ゴミ汚れなどないのがお分かりいただけますね。スプールももちろんついてまして、バックドアのこの開閉もきっちりしてますね。素材の劣化なども見られないです。はい、シャッターマークも綺麗ですね。はい、白くなったりヨレヨレになったりしてないですね。はい、じゃあここで高速1000分の1秒をチェックしていきます。はい、1000分の1秒はしっかり空いてるのがお分かりいただけますね。向こうの景色が一瞬見えてると思います。はい、ということで1000分の1秒きっちり空いてますね。はい、シャッターに全く問題はないようです。はい、このスプールを吹き抜くとこちらの、はい、カウンターもしっかり戻ってますね。はい、底蓋もしっくりと閉まってまして、硬すぎたり緩かったりしないですね。しっかりと閉まっております。はい、付属品はこちらのボディキャップです。はい、それとですね、本個体ですけれども、熊本の中村光学様にてオーバーホールを施していただいております。オーバーホールですね、シャッター巻き上げ、フィルム送り、カウンター巻き戻し、ファインダー距離計、ピントですね、とレザーの交換と一通り分解、清掃、交換を施していただいております。ということで大変いい状態の今年還暦を迎える1955年製のドイツ製のライカ M3 最初期型になります。非常に希少で、人気のあるモデルになりますので、ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。